最近ちょっと模様替えをして、ご飯を食べるダイニングテーブルでテレビがないので、テレビの代わりに、パソコンを置いて YouTube でも見ながらご飯食べたいなと思って、模様替えしたんですけど、この机の端っこのこのスペースにある Mac mini とお菓子箱と、あとティッシュボックス、あとね、後ろの方に隠れてるキーボードね、この辺りをちょっとごちゃごちゃしてるんで片付けたいなと思って DIY で棚を作ろうと思います。こんな感じでちょっと別の用途で使ってた木材があったんで、これを使って小さい棚を作ろうと思っています。DIY 始めようと思ったんですけど、ちょっとところどころボンドをつけてボンドが剥がれてないこう跡とかが残ってるんで、こういうのをお湯で一通り流してから、作業しようかなと思ってます。なんで今ちょっと頑張ってゴシゴシと、色を落としてるところです。白いペンキを落として乾かしていた木材が無事に乾きましたんで、作業始めます。で、なんとなくイメージとしては机の脇に置く棚、ちっちゃい棚を作ろうと思ってるんですけど、材料を集めて検討した結果、1個目、2個目、3個目、4個目で、これはカットして、これ2つ同じものを作って、こいつが6個目、こんな感じの1,2,3,4,5,6個目、こんなパーツを作って後で組み合わせようと思います。形がだいぶ見えてきました。で、ここにこことあとここに、床をつけて、で3階建ての棚にしたいと思います。で、こっちにはここに棒をつけて、でちょっとキーボードを置きたいんで、ここに間にね挟むっていう形に持っていこうかなと思っています。完成しました。イエーイ。一番下に Mac mini を置いて、ここですね。で、真ん中にお菓子ボックスを置いて、で一番上に、ティッシュでも置いて、でここにパソコン用のキーボードを立てかけようかなと思ってます。じゃあちょっと設置してみます。はい、じゃあ、完成した棚を、ここに設置してみたいと思います。せーの、イエーイ。いい感じ。こんな感じになりました。一番下が Mac mini と、あと CD とかのドライブね。で、お菓子ボックスが入ってます。で、こいつ引き出すとこんな感じであって、で、ティッシュが一番上に置けて、で、これがキーボードスタンドになってます。キーボードはもうちょっとちっちゃいの買おうかな、ここで使うなら。側面はこんな感じになってます。だいぶ正直荒いです。ザ日曜大工なんで、ネジもいっぱい出てるし、こういうところもね、でもなるべくフラットになるように、フラットにしなきゃいけないところはちょっと深めに打ち込みました。で、一番下のところ、ここだけ、下からの釘が出ちゃってたんで、
このコルクボード、コルクマットを敷いて、Mac mini を保護しています。ちょっとこいつがあんまり熱くなりすぎると、コルクが大丈夫かなということで心配なんですけど、一応まあ後ろはあの隙間があるので、まあね、大丈夫だと願いたい。そんな感じで、DIY 動画以上です。なんかね、この後もいろいろ DIY したいなって思ってるんで、まあ、また機会があれば動画にしてアップしたいなと思います。じゃあねー、バイバーイ。